こんにちは、若田さん。メッセージありがとうございます。今回ね、まあ、死ぬつもりはないっていう言葉で締められてましたけども、まさにね、これは素晴らしい、えー、発想だと思うんですよ。なんで死ぬつもりはないっていうかというと、楽しくって嬉しくって面白くってしょうがないからなんですよね。で、楽しくって嬉しくってもうね、面白くてしょうがない人の人生に、この選択が2つ現れます。もういつ死んでもいいというぐらい燃焼してる方。でも燃焼しすぎて、いや、次の瞬間もこの世の中見ていきたいなという方。 ね、両方分かれますけどもやっぱりね共通してんのは命燃やし尽くして本当にね一瞬一瞬を全力投球で思い残すことなく生きてるっていうことなんですよでも逆にですねくすぶり続けて何もいいことがなくってつまらなくってっていう方にも同じような2つの選択があられるんですよ一つはですねもうどうしようもない希望もないから死んでしまおうっていう方と何にもないと本当に面白くもないでも死ぬ勇気もないし別に死ぬ必要もないと思ってるからそのまんま生きていくと不思議なことにですね 極大地と極小地ってあるんですけども完全燃焼をした人もくすぶってる人も選択肢って変わってないんですよ。ね、これを考えると結局はいつもね自分が明確な意思を持って何かを選択してるってことなんではないかなと思います。はい。えー、それでですね、若田さんへのメッセージの返信はまず一旦ここまでにしておきまして、えー、YouTube というものにね、えー、稼ぎの道を見つけ出す人この人こういう方に対しての、まあ、いくつかのハードルがあるんでこれからご紹介しようと思います。一つ目はですね YouTube で稼ぎたいぞと思ってもなかなかこれをしないっていうのの一つ目アカウント作らないんですよ。ね。YouTube でなんとか一回もてたいと思ってもアカウント作らないでしょ。アカウント作るまでもたもたしててもうね何日も何週間も何ヶ月も経っちゃう人これはねアカウント作ったにしてもブレイクする可能性は少ないんで YouTube を目指すというよりももうなんかね何をやっているんだって感じですよね。この決断を1秒でできるようなトレーニングをしていくってことがその前の段階になると思います。 ね、将来の夢は YouTube みたいなね子供でさえそれを持ってるわけなんですよじゃあ子供はアカウントをすぐに持てないですでシステムもパソコンもないわけですよだから将来は YouTuber になりたいなと思ってもなかなかすぐはなれないよっていう子供ならわかりますけども私たちは今スマートフォン持ってていつからでもね YouTube のアップロードができるわけですよでこの環境が揃ってるのにやらないっていうねこの一つ目の壁を突破できるかできないか突破したのが思った時にすぐやったのかそれとももうなんかもたもたしてていつ明日やろう明日やろうみたいになってるのかってことですよねでもう YouTube のアカウント作ったんだけども動画のの最初アアップロードがアカウント作った人イコールにななっっってない方、ね、アカウント作たたんだったらその次の瞬間動画をアップロードしましょうって話なんですよでもアカウントを作ったことで安心してじゃあ今度ネタを探して動画作ろうかなっていう風にこれもねもたもたしていけば成功からずいぶんね遠のいていくんですよそもそも成功しないですねこのスピード感では、うん、で次がですね YouTube をアップロードしましたでもなかなか最近またアップロードしてないんですよみたいな感じで動画のアップロードの本数が少ない方なんですよ ね、少なくとも1000本までは動画側のアップロード本数はゼロと一緒です1000本上げるまではそのぐらいの気持ちでスピード感を持ってやらないとうまくいくわけないんですよね、うん、だって1000本作る人って山ほどいますからねで私は1万本がスタートラインだと思ってるんでもうまだまだあのスタートラインからこれからだと思ってるんですよで少なくとも私の YouTube の内容ですとかね動画のアップロード本数とかペースを見て YouTube に可能性を見出したんだったら少なくとも私と同じぐらいはいらないとライバルはね私ですからねええー、界 入ってきたら私がライバルにいるわけですから私をまずね凌駕してもらいたいなと思いますその上でヒカキンさんとかはじめしゃちょーさんとかねチャンネル登録者数10万人ぐらいの中堅 YouTuber と言われる全体の2%を占めているこの上位のね 上位中堅上位の YouTuber さんを見ればいいと思います。えー、そんな感じでね、YouTube の、えー、自分が置かれている段階、どの程度でしょうかってことを考えながらあ進めていっていただければいいかと思いますよね。で、最後にね、またね、あのー、脇田さんのメッセージにの返信に戻りますけども、えー、今回ね、あのー、動画の方をいただきまして本当にありがとうございます、えー。動画の確認と返信までちょっと3日ほどかかっちゃいましてね、私もうっかりしてまして申し訳ありません、えー。例のやつのね、1時間ライブを <laughs> やっていると、それで安心しちゃって、他の方のメール チェックがねちょっとおろそかになっちゃったんで今慌ててしてるところなんですけども、まあ、この若田さんの返信で一応ね全部終わりましたんでお待たせしてる方はいないと思いますまあこういう風にですね ちょっとたまにうっかりしてしまうこともあるんでね、申し訳なかったなと思いますけども、その分ですね、若田さんへの動画返信のメッセージの中に、先ほどのようなね、あんこみたいな、中あんこみたいな、YouTube で成功する段階ってものをちょっとね、プレゼントというかお詫びとしてですね、おは、おはさみ申し上げましたあ。いろんなことのね、ヒントにしていただければと思います。えー、そしてですね、YouTube をこれから動画を作ろうと思っている方、 ぜひね YouTube を作ること、YouTube の動画をアップロードすることを習慣化してください。習慣化しない上で企画を練ったりとか、YouTube の動画をね編集してどうこうとかで考える必要ないです。YouTube を作るのにスマートフォンさえあればもう OK です。あとはですね、うん、録画ボタンを押す。これだけですよ。だからね、内容の意味があるか、意味がないか、そんなことあんまり関係ないです。最初から考えなくていいです。どうせ意味を持って作ったつもりでも誰にも見られませんので。 ね、再生数は1か2ですよ。そう考えたら何も考えずに再生数が1か2、それでも同じですから、スタートラインはね、何も考えずに、例えば、車載動画とか、あのー、何ですかね、空の模様を5秒映した動画とか、とにかくね、アップロードすることに慣れてください。それができない人に、企画とか、運営とか、YouTube 動画の作成とかね、拡散とかもう無理ですから、まずは動画を作ること習慣化。 ね、そういういい風にしてください特に私が「動画作りましょうね」って言わなくても作るっていうね当たり前のようにやっていかないとそれはねこの収益化にならないですよ商売にならないですよね、皆さんはあのお仕事をね毎日されてると思います一日に10時間とか12時間されてると思いますでそれをやめて隠居という形か副業かわかんないですけども YouTube を副入にしてるわけですよねということは今本業でやられてるものと同じぐらいのペースでやらないととても これにはおぼつかないってことですからね。まあ、厳しい世界でもあると思いますんで、頑張っていただければと思います。そのための協力は惜しみませんので、えー、今回ね、このクタさんの元動画を公開したいと思いますので、まずは、あ速可塾のメンバーの方にね、これはあの限定公開で来てますけども、URL がわかる人には再生できるようになってますんで、ぜひね、これを再生ボタンを押して、この動画説明欄につけておきますので、クタさんの動画をクリックしてですね、静岡の脇田さん、自動車関連で勤めてる方、どんなね、 YouTube を一発目に出したのかそういういいのを見ててあげてくださいそして、すでに YouTube のアップロードを始めた方、自分も1本目はこうだったなっていう風に懐かしく見てください。そして、声をかけてもらいたいんですよ。チャンネル登録もしてくださいね。そして、まだ YouTube をアップロードされてない方。 こんな動画でも YouTube として成り立つんだっていうふうに、まあ、ね、脇田さんには申し訳ない失礼ですけども、勇気を持ってください。あ、こんな動画でもいいんだ。じゃったら自分でもできそうだなっていうふうに思っていただきたいんですよ。そういう風にしてね、スタートラインはみんな同じようなもんですから、私も最初のね、一本目の動画ってこの前公開しましたけども、とても恥ずかしい見てられないような動画ですよね。でも、あそこからスタートしても、皆さん同じように、どっからスタートしても、 今のね私みたいに9,000人のチャンネル登録者数がいらっしゃってでそこでね一定の信頼関係を結べると世界で1,000人の。 以上の方が14カ国にわたって私の YouTube を見ていただいているてところまでも来れますし途中で挫折して難し,いあの難しいこともいっぱいあったけども YouTube 結局やめちゃったなみたいなねそんな結末もあったりとかねスタートラインは同じですからスタートでまさにねこの脇田さんが一発目に出してくれたこの動画これがスタートラインですこれをねどういうふうに考えていくかこれ以上のものは自分は作れるぞと思うのかいやこのレベルでもすごい自分には作れないよと思うのかねいろんな思いを込めて、えー、動画の URL リンクを押してみてください きっとですね、いろいろ気づくことがあると思いますそれでは、わくたさんの動画7分13秒の動画になってますけどもよろしかったらご覧くださいそれでは失礼します